メイクするよみんな、本当に本当にするよ。メイク道具いっぱい持ってきたんだから。でもその前にちょっとお茶をね、寒いからお茶を、ここにお茶をね、寒いから2回目ちょっとお茶をね、ちょっとねゲットしてきた。ちょっと待って、これを引いて、寒いから、ほんと寒いな。てか火出てるのかな今。ああ、なんとも言えない。ちょっと一回開けとこうか。よっ、いやマジでちゃんとできるかな。見たのよ昨日ギャルメイクいっぱい。だからね、いけると思うんだよ。これからギャルになるってやつ。ちょっと待って、いろいろ大丈夫かな。今日運勢普通だよ。よし、今日は初詣行くからね、ギャルの格好して。何ギャルの格好して初詣行くの、誰か教えて。ちょっと寒い。おお、危ない。メイクするぜ。ちょっと どういう感じだった、これぐらいだったらいい。熱っ。いや、ディズニーはちょっと、あ、でもみんなからさ、あれを買ったらディズニー行けるんだ。みんなから、みんながゲットしてくれたなんとかペイなんとかペイまだ使ってないよ。1万円もあるよ。その1万円でさ、ディズニー行くっていうのはありだよね。でも当日券ってあんのかな、ないのかな、どう思う。そのなんとかペイで行けるんだけどさ、どうしたらいい。ディズニー行くのはやばいって、まず出来上がってから考えよう。出来上がってからノルマは初詣がノルマだよね。ちょっと前髪しっかり留めておかないと。なんか私のすっぴん超恥ずかしいんだけど、なんで久しぶりだからなの。調べてないよ。だって本当に出なきゃいけないのか分かんないじゃん。さあ本当にメイクしていくか。やばいね、いろいろ調べたけどさ、みんなさ顔がギャルなんよね元から。そう、コンタクトから入れるべき、それだと目乾いちゃう。顔半分だけとりあえずファンデーションしようか。よーし、ファンデーションはね、ちょっとあれだよね、ちょっと待って、ファンデーションは結構しっかりつけなきゃいけないので。なんか私のすっぴんひどいな、ごめんね。さあ行ってみよう。こうやるとこうツルツルでやだな。私が最近してるメイクの仕方、おはようございます。これあみちゃんのお母さんがくれたスプレーを使う。これは水です。ウォーター。あ、待って、ウォーターしてさ、私これやろうと思って、これをさ、やろうよって。
通に思ったよね。はじめまして。あれ嘘やんありがとう。冷たい。これでコロコロするだよ。で頑張りましょう。何時間かかるかなメイク。あ、いたたたたた。痛い。涙出てきた。これ超冷たいや。やっぱこれやると全然違うよね。割とちゃんとやってるんですよ。ねえ、ほんとニキビめっちゃ気になるね。ごめんね。加工したらいいんかな。加工したら消えるかな。ちゃんと消えないじゃん。よし、やめたニキビって消えるんじゃないの。今日は高校休みなのって。私は実は22歳っていうね、大人なんです。高校に行った時代もありましたが、なかなか難しかったです。だいたい似合いたい。ゴリゴリさせていこう。痛い。なんかここら辺とか普通に指でやっちゃうけど大事らしいよね。こっか。こんなコロコロしてることないよね配信で。コンタクトからやっぱしてきた方がいいかな。だいだい。よし、いい感じじゃない。そっか、ゴロ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 。よし、顔すっきりしたかな。さあなんか変わんなくないんですね。よし、やっていこう。じゃあファンデーションじゃないと下準備から。私下準備結構ちゃんとやるタイプなんで、意外とザ化粧水みんなの。でもせっかくなら 曲でも流しながらやりますか。薄くね、アプガニキの曲を聴いていただきたいですから。トゥトゥルルルルルトゥルルトゥトゥルルルルルトゥルルルル。これ200人ってやばいな。相当見られてるな。はい、最近変えたんですよ。この美白の方にしたの。なんか私のやっぱ肌の、あれが気になって、肌のトーンも気になって。私ね結構肌黒い方なんですよ。それ結構気にしていまして。
て聞こえすぎてる。大丈夫？はい、保湿。もう保湿、これが一番大事だよね。保湿しか。もう保湿マンだから。保湿なのよ。とりあえずこの世は。入れてきた方がいいだろうな。ちょっとカラコンを入れてくる作業に、ファンデーション塗る前がいいかな。入れてきちゃった方がいいよね絶対。ちょっといろいろ入れるために必要なものを忘れてきてしまった。大丈夫かな。乳液、乳液はねちょっとだけよれすぎるからこんなちょっとなのを乾燥しそうなところに塗っておく。なんかクリームみたいな。油分あんまり、これ超十分だもん。よいしょ。これこの下準備は全部いつも違っていいやつ。さあ、さあだよさあ。ちょっと一回カラコン入れてくるね。よし、じゃあみんなに曲を聴いてもらって大体にいろいろ持ってくよう。さあ行ってみようか。久しぶりにカラコン入れるな。普段はとメガネで、なんかプライベートで、あのライブの時は割とコンタクト、透明なコンタクト入れてるんだけど、あれなんだよね、あれの時あれの時、あれの時っていつ、プライベートでコンタクトを入れるタイミングはほぼほぼカラコンの薄いサッシが、サッシって言っちゃった、指原さんがプロデュースしてるカラコンのこの薄い色、入ってない、入ってないのみたいなのを割とつけてます。理由は安いからっていう、それだけなんですけど、投資力がねあんまり良くなくって出ないんで、どうしたらいい、視力が、あ、ちょっと視力があんまり良くなくて、そう基本は裸眼で過ごしてるんだけど、コンタクトとか高いからやだ、やでね、そう、みんなもあれだよね、
みんなも結構コンタクトの人ってさ、こう知らないけどそうだったりする人結構いるんだよね。まーちゃんとかまーちゃんとかめっちゃコンタクトだよ。笑いしやちゃう。ちょっと出た。ゼップだけ使ってたの見えたけど違った。あー違った。ゼップの時ラガンだよ。でもさ、なんかそうそう思うの、私ね、大事な大きいライブの時めっちゃ目でかいの。なんだろうね、あれあれ、なんか動画が開いちゃってるのかなあるよ写真。うちもねそれちょっと思ってて、私カラコンしてるのかなっていうぐらいさ、瞳孔が開いちゃってるのかわかんないんだけど、赤坂の時もね割とそうだったの。 目大きくないって思ってて、自分でもねいつもねおおってなる。あこれだね、絶対の時もっと写真撮っておけばよかった。こういう時でしょ、これの時。これよく見るとさ、コンタクトしてるんだけどね、これ透明なの。なんでだろうね、目バッキバキやもん、瞳孔開いちゃってんだよこれちょっとね思ってた、やっぱ思う、私も思ってたのよ、同じこと思ってた。ね、2期にいる時はねカラーコンタクトは、ね、しないって決めてるんでね。なんでかっていうと、あの目がゴロゴロとかさ、ちょっとでもしたら影響出ちゃうと思ってると、やっぱちょっと顔の印象変わるかなって思って、なんか本当にマジで盛りたくて盛りたくてしょうがないって時がもし来たらつけるけど、それもつけないかな。22歳ですね。高校生の時はよくつけてたりしてたけど、うわうわ久しぶりの感覚ですね、このカラーコンタクトの。うわ全然違うじゃん、これです、鈴木愛理さんのやつです。あれ合ってる、これ裏を見て、なんか取れちゃいそう、ほらすごいガチだね。でもいい感じ、鈴木愛理さんいたから鈴木愛理さんにしてきた、大先輩の鈴木愛理さんのカラコンです。プロデュースではないんだよな、モデルさんだよね。おぉキュルキュル、なんかさ、こっちちょっともう一回やって、反対じゃないこれ、やっぱりなんか取れそうだなって思った、こっちやね、反対だったみたいやん。こんなカラコンあんまりしないわ。キュルキュル。そう、キュルキュルにも程があるよねっていう。
本当にギャルの方々はこのね、このこういうカラコンしてるのかな。いやでもいろいろ調べたらさ、なんかこの縁がくっきりしてるやつを使いがちなイメージだったね。そう、ちょっと待ってね、格好っぽいね、めちゃめちゃ。いけるか、これ大丈夫か、不安になってきたぞ。可愛くなるんだろうか。キラキラじゃあやってこう、ファンデーションとかね。さあちょっと目の上だけ一回、目の上だけ一回ちょっと油分を取ります。すごい色してるんだ。めっちゃ落ちちゃったから、もうこれ、ちょっともたもたしてるわ。まあ、他で使うこともあんまりないだろうから、ちょっと無駄遣いしよう。めっちゃ落ちちゃったんだけど、コンタクトが似ていかんよな、こっちかな。割とこのコンタクトって落ちやすかったりする。どっち、こっちか。こっちかな、これだね。ああ涙が、涙がーって。一回中で入れとこ。オッケー。急にポロって出てきたりするから。じゃあ地面下地からマスド、あ、ちょっと、ね、これだけですっごい目大きく感じるね。てれーんって感じ。スピン怖いから早くやろうか。ちょっとだけ、出ました。おでこの半分くらいと、鼻、余ったので鼻周り。あ、ちなみに30分経ってる。え、長っめっちゃ言っちゃった。で、余ったのに、おでこじゃない、顎。丁寧に、大事やからね、下着は丁寧に塗っていく。そう、いいじゃん。下地は一緒でいいかな。問題はファンデーションだよね。
ギャルの皆さんは真っ白にするイメージなので、その真っ白にしていきたいと思う。私あんまりファンデーションをぶわーって全部に塗らないんですよ。ちくっといったらちょっと色味見てことをみたいなやるタイプだから、全部にファンデーションを塗っていこうっていうの、割としっかりめにね。ちょっと膝が痛いって、膝を伸ばします。膝を伸ばす。やった。およっ、これノブ、とりあえず欲しいところに塗る、大事なところに乗っけて、それを伸ばすが一番いい。え、もっといる？私もほんとこんないっぱいつけないよ、いつも。マスティルを叩き込んでった方がいいかな。チン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 。モリ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 まではいけないけど、ちょっとギャル、ちょいギャルを目指そう。モリモリは私の顔上厳しいんじゃないか。いけるか。いや、モリモリなものを持ってないからな、あんまり。でも、いつもとちょっと違う感じ。いやー、ファンデーションいつもと同じ色だな。白くはならないよね、やっぱり。私、あんまりこう、自分の肌のトーンより白いの使わないからさ。そうそうそう。500人も見てる。やばい。もうちょいファンデーションバカバカ塗ってた方がいいかもな。おでことか、こう作り物くらいやっちゃった方がいいかもしれない。やっぱ崩れることを恐れてしまって、ファンデーションそんなに塗れないよね。ほいほいほい。花いや、でもいいんじゃない、こんなもんで。しっかりやってるから、どうよ、もうちょっとあった方がいい？ちょっと錯覚に来たね。よいしょ。鏡を拭く。へえ。まあいいんじゃない？ファンデーション。いいか、コンシーラーでなんとかしよう、やっぱり。ちょっと、どれからやってくべき？とりあえずコンシーラーだな。目の下を真っ白にした方がいいんでしょう。ギャルの方々。と、目頭って言ったな。目頭と、目下。凹凸を、めちゃめちゃしっかり、やった方がいいらしい。
感じ。聞いてないけど。見ました。さあ、こんな感じ。あーでもちょっと白い感じでいいんじゃない。したらちょっと軽くパウダー、こっからだよね。パウダーちょっとしてから、あ、パウダーこそハイライトっぽく使っちゃった方がいいのかな。でもおでこはちょっと全部いい。これすごくおでこめっちゃ寄りやすいんですよ。おでこはじゃあ全部真っ白にしとこう。でこれとかを鼻の筋とかに入れるとかの方がいいのかな。マットにしない方がいいよね。これぐらいがいいんじゃない。はい、じゃあ次眉毛先の方がいいよね。あ、あれじゃない、もしウィッグが降るんだったら相当眉毛明るくしなきゃいけない気がするんだけど。まあでもできるとこまででいくか。ちょっと赤み入れたいな。この眉毛なくなっちゃうと、なくなっちゃうと明るくする本当にやばくなっちゃう。赤みです。確かにセーフだな。細い方がいいかな、いつも通りじゃなくて。ちょっとガチでガチでちょっと細くするか。命がけじゃん。本気じゃん私。どうしよう、眉毛が生えてくるんで見たことないか。眉毛を細い方がいいってね、ギャルの方々は。スライド太いんで、細くしました。本当に細くしちゃったよ。これかな。いや細っ。こんな感じ。
はい。あ、でもぽいじゃん。内側が欲しい。いいね。この文字眉が。こんな感じで。あ、でもぽいじゃん。いい感じ。したら見ますから先に。そうか。軽く。何消しちゃった方がいい。ああ、いいじゃん。相当明るいわ。次。凹凸をつけるスタイルかな？次は。何つけたらいいかな？とりあえずこの、ブルーローで、めっちゃ鼻筋通すか。この三角のラインでしょ。ちょっと鼻のここ。どういうこと？すごいよ。これを動かしたらいいの？この。これくらい？これくらい？もうちょい？結構いってよ。これくらいでいいかな。鼻筋通ってる、ちゃんと。次。一回。シェーリングもがっつり入れてみる。シェーリング入れてみよう。どのくらい？うわー、すごい入るね。こうやって見ると、うん、いいんじゃない？いいのかわかんないけど。いや、入ってよ、結構。すごいね。どうよ。はい、じゃあ次。目だよな。どうしよう、目で持ってきたのよ。だからちょっと濃いめの昔使ってたやつみたいな。やっぱリクションが一番いいだろうと思ってギラギラのを持ってきました。キラキラにした方がいいかどうかちょっと分かんないけど、まあいいや。とりあえずベース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 ベ
うーん、色どれにしよう。あ、ちょっと足痺れてきた。本当に薄く入れたから。濃くなりそうだな。あ、めっちゃいいじゃん。ギャルっぽいよ、色が。ほら、もうわかんないね。あの、生で見るとめっちゃギラギラ。ここまで来たアイライン。アイラインはなんか、端っこをめっちゃ太くしたらいいって聞いた。もうめっちゃカラコンです、これは。あんまり。もうこれだけ見なくていいのかな。うーん、長すぎだわ。これくらいだったらいいかな。ちょっといらなかったな。これぐらいだっかな。ほら、こんながっちり引いて。いや、でも変わるね、やっぱり。引きます。どうよ、いいじゃん。太っ、すごいじゃん。こんな太く引くことないで。なんか誰かから LINE 来た。 LINE じゃなかった、 Google フォトだからだった。もう別に LINE 来るわけがない。はい、やる。髪の毛だよね、今問題は。一回これを黒のラインを引きます。黒のラインどれぐらい切るんだろう。テン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 。はいはいはい、いいよ。はい、ギャルっていうか目が丸くなってきたな。丸いね。こん、もうちょっとぼかすか。
一段階色があっても良さそうだな。ほんとこうシックなシックなアイシャドウを使っちゃったから、もうちょっと派手な色これで入れるか。軽くね、軽くって言ったかな、やちゃん。はい、分かりました。うお、いくね。もうとんでもないじゃん、ほら。ちょっと濃くない？濃くするために頑張ったんじゃん。ちょっと一回抑えたら崩れそうだから、めちゃめちゃ。いやー、よいしょ。どうよ、いいんじゃない？なんかこのなんか光みたいなのを足したらわかるんかな、この影か。なんとなくわかるっしょ、このなんかやばそうな感じね。丸丸だね。あ、涙袋やんなきゃじゃない？涙袋すっごい描くんでしょ。涙袋これがいいかな。この一番のギラギラを使おう。これハイライトとかしていくからね、結構変わるんじゃない。ダメ、一回ダメが欲しかったな。もうそこそこっしょ、そこそこ入るっしょ、これで。イエイ、よし、過去最大にキラキラさせといたからオッケーっしょ。そしたらちょっと涙袋を書かないといけないね。めっちゃ見られてる、頑張ってギャラメイクしてます。よし、がっつり。何時？うわ、絵でない？はい、涙袋強いね強調してるね。うわ、 JK 感すごい、すごいやないか取れそうじゃん、涙袋。こうやって見ると次、ハイライトだね。ハイライトすっごい大事だからちゃんと入れたいんですけど、ブラシを隠し、ハイライトブラシってこいつ持ってないんだよ。ちょっと代用するか、これで。涙袋でもすごいよね。しよう、いい感じにします。どうですか、なんかすごい顔してんだけど大丈夫？ギャルってむずいな。よし、ハイライトいきます。ガンガンに。あ、でもなんかこの色微妙だな。ここにいるのうちらじって言ったけど、え、こんな変わる？変わんないよ。
シロップ混ぜて作ったのか、うん、明日超ハイライト入れてこ、ラメも入れちゃう。すごい作り物みたいな顔してる。ルールチュルチュルがいいよね、やっぱり。大丈夫できてる。ああ、いい。なくし物が出てきた。あった。はい。と次つけまつげ。つきまつげいるかな。いるか。まつげ長くないし、長くないというか多くないからないとむずい。では右目か。ちょっと軽く祈りが欲しい。分かれちゃいそうだよな結構。よいしょ、頑張って。頑張って。でも、すごいよ。でもそれだけも全然違うね。よし、すごいな。なんか目かゆくないでしょ、あのケバケバで。置いた方がいいかな。よいしょ。ちむだね。まあいいんじゃない。おー、でもこれだけでも全然違うね。ギャルっていうよりもなんかすごいね。じゃあこっち側もつけますか。
てるね。1000人は多いわ。ちょっと困ったな。よいしょ。こ、うちがだむずいな。よいしょ。あ、いい感じ。わー、素晴らしいね。バシャバシャ。もうなんか私だね。いくらメイクしても私じゃん。1日マスク、つけマスクしてるって結構大変だね。よいしょ。ついててね、頑張って頑張って、ついてて。いいじゃん、いいんじゃない。つけま完了です。バシャバシャ。ホットビューラー、あみちゃんからもらったやつ。こういう時に使うのがいいんじゃないの。よっしゃ。1時間経ったけどまだ完成してないなんて。なんかちょっとつけまつげの透けてる部分がなんかちょっと気になる。まあいいか。やばい、取れちゃった。それ取れるわ。自分のまつげのように扱ってしまった。ここが取れるな、内側。これね、結構簡単に取れるじゃん。不安だよ。あっちでつけまつげ取れるかもしれないな。あっちっていうか初詣の時。よいしょ。よし、10回まつげ全体的に上げます。と見える、このまつげ出てる感じ。なんか上がりすぎちゃったのがある。お、暖かくしてもっとまつげ上げよう。あるかな。とんでもないものになってきたな、私も。面白いね、やっぱり。
違和感ないって。本当髪の毛次第だよね。あとでもちゃんと上がったんじゃない、まつげ。それで ところどころがビョンビョンですけど、ん、まだか。目尻の方が上がんないな。よし、いいんじゃない。うわーすごい上がるじゃん。ほらバギバギだね。ちょっと あっちにマスカラ置いてきて、マスカラ持ってくるね。マスカラして、なんかパジャマっていうのが一番面白いよね。じゃあよーし、それでカールをキープします。これ入れたら、なじませましょう。いや、重々だな。まつげが重い。なんか一箇所なんかすっごい塊になっちゃったんだけど。絞り出す汗、塊ができちゃったな。はいね、すっごい。なんかさ、アイシャドウちょっと足していい？なんか まつげとかに負け始めてんだよね。まつげがさ強すぎてアイシャドウが負け始めてんのよ。ちょっと足します。何の感じですかね。
うん、これぐらいだったらいいか。わーい。邪魔しないな。顔見ると笑っちゃうよ。次チーク。ちょっと軽く、軽くでいいのかな。チークはここまでどぎついと。チークはあんまり入れると思ってることないそうなので軽く入れます。あれ上の方に、あ、いいじゃない、いいじゃないの。このぐらいがちょうどいいんじゃない。ちょっと向きもう一回隠すね。あとなんだろう、目の下か。まだ終わらない。まだ終わらないね。よし、目の下と、あ、なんかあのラインを入れなきゃいけないんじゃない。目の下のここら辺に白い、これか。あー、そうそう、これ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 。目の下のなんかラインみたいなの入れておいた方がいいって書いてあった。書いてあった。次、幼くなってってる可能性、わかる。なんか大人じゃなくなってきてるね。下まつげもバキバキいちっていって、うわー、おお、すごいね。あ、髪の毛どうにかしよう。早く。あ、ちょっと失敗したよね。なんかついちゃった。あれさっきまで使ってた
あれはチップ、チップどこやったっけ。アイシャドウと一緒に置いとく。ない。ない。あ、この中に何か入ってるかも。捨てくれ。あ、あとです。すまそう。よし。マスカラ持ち。かなりギャルになってきたと思うよ。Yeah, give me, give me, give me that one。 いいんじゃない？どう？ギャルになった？ちょっと待って、本当に髪の毛がごめんねって感じなんだけど、ギャルになってる？なんでこの下分けみたいな髪の毛になっちゃったんだろう。ごめんね。ちょっと髪の毛早くどうにかしなきゃ。くしください姉ちゃん、姉ちゃんくし。聞こなかったっけ。どうですか？ギャルっぽくなった。すごいけどね、私的にはもうとんでもない顔してるとは思うんだけど、これからウィッグをかぶるんだよな。割と普通だって。私こんなメイク濃いの？いつも割とみんな慣れちゃったんじゃない？目が相当すごいよこれ。私的にどうなんだろう。言われてみれば確かに。もうリップ塗るか。リップ塗るのは一つの手だよな。ちょっと髪の毛ぐしゃぐしゃすぎて。こういう顔ですね。リップ塗ってないのはでかいか。塗ろう。せっかくなので、ね、完成形を。すごい顔してるな私。本当にここら辺が聞けなくなっちゃったの。騒ぎすぎた感じがすごい。いや、何してんだろう私休日に。まだ営業もしてないのに全然家出れないじゃん。もうちょっとだけさ、キラキラさせたい。面白い。ゴミが。いらっしゃいませ。この店内にあるこのすごくすごいよ。すごい、すごい、ね、すごい安くて、あ、そう、リップ塗るんだった。遊んでる場合じゃないよ。遊んでないで。
どうよ、これは怖いよ、こんな歩いてたら。うわぁ、何に言うとよーってなっちゃう。ね、塗ってからいいことしましょう。はい、そしたら、あ、私のリップの塗り方ね、いつもの。あ、モアリップってやつを上からね、塗り込む。グロスだと思ってるから。はい、行ってきます、行ってください。なんかリップって私あんまり塗らないからさ、塗ると変わるんじゃない、わかんない、やば、怖っ、マリオが全然合わなくなってきてる、やばいね、すごいな。面白いね。何が足りない、足りてるの、わかんない、アイライン、ちょっと崩れてしまった、大丈夫、ガチでメイクするとこうなりますってことだったね。そうだね、ガチでメイクするとって感じだね。わかんないじゃん、変わんなくはないけど、なんかドンキにいそうっていう、わかる、うん、そういう感じだよね。明るいところに、じゃあ目の紹介、こんな感じです、カラコンと、はい、ギャルでした。どうしよう、これでとりあえずギャルはなんとか、ギャルになってるよね、たと膝が痛い、ギャルになりました、とりあえずギャルになったので、着替えて完成したらまた配信なのかな、写真なのかな、なんかとりあえず完成させたいと思います、少々お待ちくださーい。ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。はい、みんなありがとう、本当に長い時間ありがとう、飽きなかった、私も一人でギャルメイクしてたら飽きてたわ、みんながこうやって見てくれたんでなんとかできましたけど、なんかとりあえずショートカットでギャル目指してみたいと思います。はい、でどうしても無理だったらカツラかぶりましょう。はーい、ありがとうみんな、サイン
大井さん、2位奈々さん、1位ほぞち、ありがとう、ありがとね。じゃあ今日のギャルの梶島、これからどうなるか楽しみにしててくれると嬉しいです。ツイッターだったりいろいろ更新していきたいと思います。よろしく、ありがとう。それではお手配塾生の以上です。また会いましょう、ありがとね。完成させよう、とりあえずね。